皆さん見てください、これついに熱気球のですね、気球部分が完成しました。アルミ気球のですね、紐に当たる部分ですね、あの針金なんですけども、この買った針金がですね、ビニールで覆われてるんで、あの危ないんで、ビニールをまず事前に燃やしてしまいたいと思います。やけどしないように。よし、これで羽根ができたんで、あとは昨日作った熱気球にこの針金を巻いてですね、燃料タンクの部分を取り付ければ完成ですね。昨日あの作った、熱気球部分にですね、さっきこの燃料を置く部分ですね、これをあの針金で、つけました。ちょっとこれ 遠目で見るとこんな感じなんですけど、ただちょっと昨日ですね、すごいことが分かってしまって、この熱気球部分をですね、ガスでですね、ちょっとやってみたらですね、このアルミホイールの、ちょっと動かないで、接着テープなんですけれども、熱でですね、接着が溶けちゃうんですね。アルミホイールは大丈夫なんですけども、接着剤がちょっと溶けてしまう可能性があるということで、まあとりあえずできたんで、せっかくここまで作ったんで実際にやってみたいと思います。これをまず、じゃあ燃料のところに入れてくれる？はい。そしたらちょっと待ってね、アルコールを入れないといけないんで、アルコールをここに入れます。もうちょっと、もうちょっと、それじゃ足りない。手に見ちゃったれた。何やってんだお前。これ入れづらい。入れづらいってお前、そんなことないでしょ。ボタボタ垂れてるけど、いっぱい漏れてない。これ漏れてない、はい、蓋閉めて、蒸発しちゃうから。漏れてないって。じゃあこれから着火するけど、横にしないで、横にすると危ない。これさ、もうあれでしょ、あれ、これ壊れてる、燃えてんのかな、これ。熱い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 、燃えてるけど、めっちゃ煙出てる。全然浮き上がってく気配ないですね。一応火が出てるんですけど、あっち。何やってんの。もう火事だ、火事だ。見てくださいこれが燃えてる。もっとかけようぜ。あー、熱気球が燃えてしまいました。これね、燃えてるところはあのアルミのテープ貼ったところですね。ここすごい、完全に失敗ですねやっぱダメか。これアルコールかけて。ダメだよ、危ないじゃねえかよ。ウッドデッキ燃えちゃうよ、木だから。無残な結果に待ってしまいました。